それではプログラムの2つ目に移りたいと思います。認知症になっても働きたいと題しまして講演をいただきます。講師の先生をご紹介を申し上げます。漫画家でありタレントの恵比寿義和さんです。そして恵比寿さんの芸能活動を陰で支えていらっしゃるファザーズコーポレーションのマネージャー森永雅史さんです。今回は失礼しました。今回はお二人の対談形式ということで講演をしていただきます。恵比寿さんのプロフィールにつきましては次第にも記載をしてございますのでまたご覧いただければと思います。それでは恵比寿さん森永さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日、司会進行させていただきます恵比寿義和氏のマネージャーを17年、務めてますファザーズコーポレーションの森永と申します。すいません、拙い進行になるかと思いますが、少しでも恵比寿さんが話しやすくサポートできるように頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。体調はどうですか？見えないですか？見ないですね。前一時そういうことが何回かありましたけど、最近そういえば 見ないですね。あ、本当ですか。じゃあ、エビさんも原始漫画描いて展覧会とかやりますか？原始漫画描くのめんどくさいですか？いや、めんどくさいけど、もうめんどくさいのは苦じゃないです。恵比寿さんが一回、あれですよね、TBS の番組で、軽度認知障害って最初、この認知症になる前に、一回診断された時に医者に言われたのが、いや、恵比寿さん多分認知症じゃないですよって、人の名前を覚える気がないだけですって医者に言われてました、ね。あの昔から人の名前、結構苦手でしたよね。あの覚える名前。うん、苦手でした。僕の名前は大丈夫ですかね。座っては出てこないな。僕一応17年恵比寿さんについてるんですよ。あれ本当に出なくなっちゃってごめん、ちょっとこれ本当に後で謝る。いやおかしい、本当に出て出ないっていう。でもこんだけ大勢の人がいたらちょっとちょっと舞い上がっちゃったから。それもあったもん。でも恵比寿さんもあれですもんね、来週誕生日ですもんね。来週誕生日。いくつになりました？来週でいくつになりました？何歳になると思います？25。そんな若いです。それも大学卒業した社会人の人の年齢です。恵比寿さん来週の10月の21で、74歳です。あ、74。はい。世界ね。やっぱそんな感じで恵比寿さんしないですもんね。気持ちが若いからやっぱり。ああ、それはいいことなの？いや、いいことだと思います。だってやっぱり、こう、認知症公表しても働きたいってずっと僕にやっぱり言うじゃないですか。そうですね。やっぱり、本当に助けてくれてます。いやいや、もう、多分普通の一般の、ね、方は、多分もう大体70超えたら年金とかももらってるでしょうし、うん、そんなに多分働く意欲というか、うん、そういうの多分低下していくと思うんですけど、恵比寿さんね、来週で75になるのに、うん、やっぱりこうすごい、なんで働きたい、その思いをちょっと多分皆さんも聞きたいと思うんで、なんか、うん、そうですね、ちょっと人がいっぱいいる。さすがにあのコンビ
皆さんまで黙るわけにはいかないので、お願いします。いや、本当にお金好きですか？お金好きです。ただ病気になって、それほどその病気した時にこれがどんな病気かっていうことはほとんど考えてないです。そうですよね。もう全然何が起きるか、人から聞いても別にこの人の話は多分違ってたろうって思う感じで、だからどこがこう悪いとこがあっても自分の考えをし、ちょっとこう信じるっていうかな。でも仕事あれですね、命に関わる仕事はしたくないですよね。そうですね、命に関わるバンジージャンプとか最近ね、それを見て思うんですけど、本当に危険なあれをやってる、いろいろこういうの言ったら怒られるかもしれないけど、結構恐ろしい遊びをやらせてるなって思います。よくネット風呂とか入らされてましたもんね。ネット風呂と、それからもう一人の、それはもう前の人の時代だからね。前のマネージャーにはなんかネット風呂入ってこれだけお金がもらえるって言って笑いが止まらんわって言ってたみたいですよ。死んだら終わりなのにね。それとあと、やっぱりね、軽く見てると思うんですけど、物をね、何回使って、泥棒じゃないですよ、泥棒じゃなくて、危険なことをさせて、よくね、番組ディレクターがちょっと無茶しますもんね。じゃあ今、指さん、一番したい仕事はどういう仕事ですか？あまり言ったら怒られるかもしれない。いや、言って大丈夫ですよ。めちゃくちゃ言ったら怒られる。全然かけなければ大丈夫です。そうなんですね、はい、本当のこと言えばかけたいですね。一番好きです、麻雀が。だけども脳にいいですもんね。手動かすし、昔麻雀で捕まったのを覚えてるんですか？僕その時、マネージャーじゃなかったんで分かんないんですけど、それはもう全然俺は周りの人に言うことを聞かなかったら、自分のせいなんですけど、もう今は反省して。でもあの時記者会見で、ね、開いたらしくて、なんか唯一謝らない記者会見だったらしいですけど、普通だったらね、なんかもうこういうことして、すいませんでしたとか言うんですけど、僕が聞いたのだと、いやもう二度とやりません、かけてもいいですって言ったらしいです。俺それ見た時やっぱこの人すごいなって、ちょっとその時まだ、ね、一般人だったんであれなんですけど、すごい、やっぱね、ちょっと狙ってたんですか？いや、狙ってとにかく人が楽しくなるような遊びは好きですけど、反省してないじゃないですか。まあそうです、反省しないことになる。でもそれで芸能界謹慎したじゃないですか。はい、3ヶ月。それでその間どこ行ってたんでしたっけ？どこ行ってたの？その間ラスベガス行ってましたよ。ラスベガス行ってない？ラスベガス行ってたんですよ、家族で。違う。いやいや、ラスベガスはもう堂々とカジノができるからって言って、カジノやるって言ってたんですよ。嘘やん。ちょっと待って、それ今やったらタバウトかもしれないですけど、やっぱ謹慎。あ、そうですね。はい、それぐらいギャンブルが好きだったんですよね。好きだったんですけどね。でももうここ去年からね、コロナ禍になって1年半以上やってないですもんね。もうやってないですね。だからそれがね、信じられないですけど、なんかやっぱりこのまま続けてたら、なんかいろんな人にも信用されないだろうし、自分もお金はどんどん減っていくだろうし。商売どんぐらい負けたんでしたっけ？二十歳からやってるから53年ぐらいやったんですよね、ギャンブル人生の。あ、今10万円くらい。それ1日で負けるわけですよ。トータルもう僕知ってるんで言っちゃっても大丈夫ですか？
トータルは出て1億もあげてますね。聞いてます、聞いてます、やっぱり。やるべきじゃないっていうのはもう、ね、女房に。あ、ようやくじゃあ、怒られてようやく取り返せないと分かったんですね。取り返せないと怒られてます。取り返せないですね、確かに。ちょっと遅かったですね。本当に、まあ、あそことしても、本当に、まあ、社員いないかそのくらいにしとけばよかったですね。散歩はあれですよね、毎日してるんですよね、健康。散歩はね、なんかここの町が、あの山に向かってるんですか。山梨県って久しぶりに来ましたか、有吉さん。これ山口県の方。山梨、山梨山梨県久しぶりに、ね、あまり来てないですね。でも富士山、ね、富士山好きじゃないですか。富士山よく漫画でも描くし、ね、富士山も、富士山ほとんど毎日見てるよね。ああ自分の家からもね、ちょっとたまに見たりしますもんね。だから富士山とか、いろいろスポーツみたいな、ここはすごく、なんか、いいな。こういうホテルですね、有吉さん。え？こういうホテルだと思いますよ。さっきお昼ね、モメントすごい美味しかったって言ってましたね。お昼何食べたか覚えてます。覚えてない。めっちゃ美味しそうに食べてたじゃないですか。お昼、有吉さんの好きなものです。あ、ラーメン。お肉です。あ、肉ね。はい。肉はそうですね。肉は誰でもいっぱい飯好きな人がいる。やっぱ運動すること大事ですよね。その富士山さん、さっき話戻りますけど、散歩はやっぱり。散歩大事だ。だからそこの、子供たちがやっぱりいつも遊びに来てるんですけど。はい。あ、近くの公園ですよね。近くの公園。あそこの公園見てもやっぱりここの街がすごいなと思いました。あんなにこうきちんとこう作れるようなのも、なんかここだけじゃないかと思います。ちょっと褒めたくていや本当ここすごい。やっぱ足腰から来ますもんね。そうなんです。エビさんの2008年からやってた番組、田川さんとやってた番組覚えてますか。はい、ローカル路線バス。路線バスの、はい、はい。あれでよく歩いてたじゃないですか。でもやっぱしんどかったですか。しんどかったです。あれ容赦なかったですもんね。ガチでね。ほんで、どうしても人の家に入っていって、ほんでそこの何かをこう、やっぱりちょっと壊すみたいになるから。壊しはしないと思うから。壊しはしないから、なんか、全然知らない。まあまあそうですね。で気温ガチでロケしてますからね。だからやっぱりそういう人のうちに行く時、そういうなんかこうなかなか難しいです。でも皆さん番組のおかげで92キロぐらい体重があったんですけど、79キロぐらいになりましたもんね。あ、そうなんですか。やっぱり昔の蛭子さんって多分皆さんご覧になられて分かると思うんですけど、ちょっとやっぱふっくらしてるイメージがあったんですけど、僕もそうなんですけど、結構それで今シュッとしてるじゃないですか。だいぶ番組のおかげできつかったけど痩せたって言ってたんですよ。ずっと相当ね、きつかったですよ。だって田川さん怖いって言ってましたもんね。田川陽介さん怒ると怖いって言ってたじゃないですか。田川陽介さん、なんかもう怒ると怖いですよ。結構カメラ回ってない裏でちょっと怒られたりしてましたけど、蛭子さんすぐその地で泊まろうとするんで、もっと行こうよって言われてましたもんね。そうやった。はい。あまりこのことは。タバじゃね言わないです。大丈夫です。ドラマとか出たいですか。昔よくドラマ出てたじゃないですか。ドラマね、時々出てましたけどね。あれを今覚えきれないかもしれない。セリフはね。セリフだから覚えられたら、ちょっとこう画期的なあれになりますよね。認知症の人でも出れるってなりますけどね。やっぱ覚えは悪くなりますか、やっぱり。ちょっとそうですね、悪くなります。覚える気がないっていうわけじゃないですよね。覚える気は ないっていうことはないです。それは、ちゃんと自分が申し決めたら、ちゃんと最後まで。でも、競艇選手の名前を覚えてますよね。競艇選手の名前。僕、名字言ったら出てきますよね。桐生って言ったら。あ、桐生順平。ほら、出ますよね。桐生順平出て、僕の名字出ないんですか。あれ、ちょっと、待って。俺は、なんか、今日厳しいね。
ブス、ブス島？ブス島、うん、最近名前なんですか、ブス島。ブス島分かった。いや、出てるじゃないですか。めちゃめちゃ出てるじゃないですか。いや、やっぱりこう今日選手の名前じゃどっかにこびりついてるんですね。ちょっとそういうところはあります。まあ、デイリースポーツでね、予想も書いてましたもんね、ずっとね、最初に。デイリースポーツ、ね、うん、デイリースポーツでは結構仕事してましたね。やっぱり何が痛かったです。でももともとね、漫画家で本当はテレビ出る予定 なかったって言ってましたもんね。あ、そうですね。あの柄本明さんとかがね、所属してる東京乾電池っていう劇団のポスターを書いてたんですよね。あ、エビさんが。俺は、はい、うん、で、やっぱりキャラクターが面白いから、うん、ちょっとエビさんも出てよって言って、うん、エビさんが出た時に、うん、笑っていいのもプロデューサーがその舞台を見てて、それで笑っていいのも出演が決まって、あ、そうで、その時になんかそのドラマのプロデューサーも見てて、うん、面白いって言って、最初に出たところも、まあ、ここの山梨県、ね、出身のトシちゃん、田原俊彦さんのドラマでしたもんね。教師ビンビン物語って覚えてます？教師ビンビン物語覚えてます。それにエビさん最初ドラマ出たんですよ。演技経験は全然ないながら。あ、本当に。あ、それでもすごいですね。で、その後に宮沢りえのお父さんにやったんですよ。あ、そう、宮沢りえさんが。それすごくないですか。ね、宮沢りえさん、いつも誰かに恋してるって。あ、そうですね。あ、それタイトル覚えてますか。なんとなく。今、うん、言ったので確実に覚えてる。いや、それな、忘れてましたもん。あの時に父親にしたいタレント第一になってましたもんね。誰が？恵比寿さんが。本当に父親にしたいタレント第一、恵比寿よしかで。あ、父親にしたいタレントね。で、その何年後かにネットプロ入って、うん、父親にしたくないタレント第一。多分両方獲得したの芸能界で恵比寿さんだけらしいですよ。あ、本当に？はい。ちょっとめちゃめちゃレアですよ。いやー、まあ、でもそうなんですね。俺結構そうやって人に笑われるしね。全然気にしないって言いますもんね。でも多分普通のこういう一般の人とかはやっぱりなんかこう笑われたりとか、そういうの多分嫌がる人が多いと思うんです。だから東京で、あの、うん、なんかこうそういうちょっとこう人に笑われるとしたらなんかすごい恥ずかしい、恥ずかしいとか思われるか、そういうのは、じゃあそういう風に思わないようにはどうしたらいいんですか。恵比寿さんなりのアドバイスというか、その人は、そうですね、その人の、難しい質問するな。でも多分結構皆さんやっぱ気になってると思いますよ。やっぱりその、うん、まず笑われるっていうのはちょっとなかなか切り替えないとね。そうなんです。自分でもこう、なんていうか、自分でもだから思い切って、うん、自分のダメなところを出していく。あ、さらけ出す。さらけ出す。あ、自分のダメなところも変にこう、プライドを捨ててってことですか。プライド捨てて、うん、プライドとかにこだわらない。こだわらない。だって先生みたいな人から、うん、怒られても、とりあえず、あ、すいませんでしたって言って謝っとって、うん、それをあと気にしない。あの、エビさん昔通りなんか嫌なことがあったら漫画の中で殺してましたもん。そうですね、残酷に書いて殺してましたもん。その時本当にもう、はい、お前なんか死んじゃえこーって感じましたよ。あ、はい、いや、そういうのがやっぱこう創作意欲でこう駆り立てられてたんですかね、やっぱり。うーん、今やっぱだって面倒くさいってよく言うじゃないですか。そうなんですよ、逆らえる。じゃあこういう感じで皆さんの前で話して、はい、こうお金がもらうのと、うん、漫画をこう描いてもらうのどっちがいいですか。もらうのがいいんですか。こっちの方がいいですか。その方が今めんどくさい。でもめんどくさいですけど、書いたら恵比寿さんの絵を欲しがる人は結構いると思いますよ。あ、さあ、その絵が高値で売れるかもしれないですよ。あ、そうなったらいい。でもあれですよ、適当にこの間の有吉さんの番組で書いたのに15分ぐらいで書いちゃダメですよ。あ、ちょっとちゃんともう1週間とかかけてこう大きい絵を描くのってどうですか。そうですね、最近そういうことはあんまりしなくなったんで、うん、なんでだろうね。こういう机もちょっとこうでかいんで。あ、これでもこういうのは描きやすいじゃないですか、こうやって。うん、描きやすいんだけど、うん、ちょっともうちょっと小さい方が、あ、コンパクトな方がいいですか。うん、だって、みんな
れてるんで。でもよく3食は絶対食べますもんね。そうそう、3食多分よく寝ますよ。よく寝ますよね。そうですね。お酒タバコをね、一切やらないんで、やっぱり内臓系めちゃくちゃ元気ですもんね。あ、そういうの分かるんですか。いや、分かります。僕も全部分かります。だ本当にだからこう、ね、認知症って言われただけだと全部本当健康なんで。そうですね。今やっぱりだから、人生100年時代って言われてるんですけど、蛭子さん70のまだあと20何年ぐらい、やっぱり生きなくちゃいけないんですけど。いるって生きるって。だってもう死ぬのは怖いじゃないですか、蛭子さん。死ぬのは怖いです、本当に。死にたくないですもん。死にたくないです、絶対。人生の目標が死なないこと、死なないこと。なんか哲学者みたいですね。最近はでもね、うん、そういう、こうテレビ番組見てても危険なのはちょっとね、あ、減りました。減りました。あ、そうですね。やっぱちょっといろいろこう、なんかコンプライアンス問題とかでいろいろなんか規制がいっぱいあって、できることとできないことを結構はっきり分かれてきましたよ、ね、うん、本当にあれだけ、ね、あれだけ、もし死んじゃって木から落ちたりして、そうですね、大変だもんね。でも今の蛭子さんに多分木から落ちる仕事は多分やらせないと思いますし、そうですね。多分あります、ね、事務所に来たじゃ僕が断るので大丈夫です。あ、本当、はい、でも実は認知症って、今2021年なんですけど、はい、2025年には5人にも1人がなる病気って言われてるんですけど、あ、そうなんだ。やっぱり今日来ている、ね、お客さんも多分将来自分がなるかもしれないっていう人もいれば、多分そういう人たちが見てる家族の方もいると思うんですけど、蛭子さんから何かこうアドバイスとかそういうのは何かありますか。蛭子さんはね、こうサポートされてる側なんであれですけど、とにかくこう、まあ、面白いからっていって、子供たちを危険なところに連れていくのはあんまり、俺は自分ならもうちょっと少なくする。なんか俺が夜に見てるのが好きなんですよ、はい、あ、子供たちがね、子供たちがこう、うん、本当に昔子供興味なかったですけどね、まあ、共同そうなかったんですけど、ここに来て、ここの町に来てから変わったんですよ。いや、今日来たばっかりなんですけど、この町に来た時は今日来たんですよ。そう、もう、いや、結構俺は危険な仕事、まあ、修行してなかったよね、俺は思った。だからちょっと、きっちり夜に子供たちを見てないと、うん、なんかいつか怪我しそうな気がするかなってちょっと思いました。そうですよね。奥さんに対してもね、さっき VTR で見てたように、はい、ありがとうって恥ずかしながら言えるようになってきましたもんね。あ、ですね。言ってましたね、俺。まあ、僕恥ずかしがってはいましたけど。ああ、よかったよかった。いや、奥さんに言った方がいいですよ、ですから。ああ、ありがとうって。うん、それも奥さんに言ったつもりです。ああ、そうです。ごめんなさい。僕の名前思い出しました。あ、あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。あれ、大丈夫です。帰り際に思い出してもらえれば。あ、本当？はい。ごめんなさい。はい、いやいやいや。なんか、本当に。とんでもないです。いやでも多分蛭子さんのこういう元気な姿を見られてるだけですごい、今日来ていただいてるね、お客さん今日100人来てるらしいですよ。あ、本当にありがとうございます。あ、すいません。いや100人の人本当に、ね、なんかおかしいな、見かけがいいです。開けますかじゃあ。あれ？あるんですか？あれ？ないですもん。なんかメッセージとかありますか？なんか、いや、俺なんかでも仕事はずっとしたいんです。したいの。だから、うん、こう危険なところがあったらすぐ、ここがあんなそうですよって言ってちょっと教えてあげたいぐらい。そして子供たちは絶対怪我しないの。なんかそういう。ショートステイとかって実際にね、何日か行ってる
と思うんですけど、その記憶はありますか？一回だけ行きました。ちょうど今ね、週3ぐらいで行ってるんです。週3。だから最初はなんかね、奥さんと離れたくないって言って、こうちょっと渋ったらしいんですけど。ああ、そうです、そうです。でもなんかちょっと蛭子さんの脳のね、なんか変換して、そこをなんか仕事場だと思ってね、今行ってますもんね。あ、そんなことない。あれ、その施設がちょっとこう綺麗な施設だから、そこにね、みんな仕事しに行ってるっていう感覚ですもんね。ああ、これはちゃんとしてる。ちゃんとしてます、ちゃんとしてます。やっぱりこう支える、ね、サポートする側もやっぱり体調崩されたら、そうですね、蛭子さん自身も困るじゃないですか。本当に助けられて。いやいやいや、とんでもないです。蛭子さんがもう100歳になっても仕事したいっていうのは。あ、本当に、うん、じゃあ終わる。いやいや、まだじゃない。せっかくさん、もっと蛭子さんの話聞きたいと思いますよ。はい、いや多分ね、漫画は絶対ね、こう今コロナ禍でマージャンできなくなったじゃないですか。蛭子さん健康マージャンね、言ってたじゃないですか。はい、やっぱマージャンいけないから、やっぱこう手はなんかこう動かすから、常にこう漫画は描いてた方がいいと思うんですけどね。ああ、そうですね。やっぱ、面倒くさいのが勝っちゃいますか？そんなことありますね。でもね、ちょっと遊びたい。やけどまあ、でもギャンブルはね、ギャンブルはあんまもう取り返せないと分かったから。もう本当に、昔と全然遊びはしない。遊びしないですか？やっぱ今、子供を見てるのが一番楽しいですか？そうですね、子供見てるのが楽しいです。あ、それは考えられないですよね。方がありますけどね、子供が転んだり、はい、あ、それが楽しいです。じゃあマイク、あ、はい、そのちょっと残酷かもしれませんけど、はい、走ってくるんですよ、子供が。なんで転んで、こう転んで、うん、まあ怪我はしないにしても、うん、なんかそういうのを見るのは本当にごめんなさい、好きです。それを漫画に書いたりするんですか？なんかやっぱ子供たちってなんかすごい面白いんですよ、すごく見てて。まあちょっとこう突飛な動きしますもんね。だから転んだ子供はどうするんですか？じゃあそれは助けますよ。あ、助けに行くんですか？そうやってみても助けられたら助けに行きます。ああ、おい、どうした？あんなに興味なかったんですけどね、子供。全くそうですね。すごい子供。なんでこんな変わってるんですかね。本当に見向きもせず協定所に行ってたりとか。ね、協定所だと歩くの2倍ぐらい速くなりますね。そう。すごい。いや結構やっぱおっとりしてると思う人が多分多いと思うんですよ。多分蛭子さん性格。結構せっかち。かなりせっかちですもんね。でも奥さんに怒られてましたもんね。なんか映画見たいって言って、映画始まる時間まで10分あるからっつって定食屋入りますもんね。この10分で。要はなんか女性ってこう、その映画見た後にその感想を言いながら食事をゆっくりしたいのに、その10分で行っちゃってましたもんね。ああ、そうですね、それは。うん、あ、思い出しました。うん、いや、その女性の心理。ああ、心理よね。でも僕が知る多分男性の中で唯一僕が浮気しない男だと思ってる。蛭子さんは前のね、前の奥さんと今の奥さんだけですもんね。難しいことだから、ここいやいや、すごいシンプルですよ。僕だから前の奥さんをね、知る僕にその時まだマネージャーになってなかったんで、僕ちょっとお会いできなかったんですけど、はい、別ですよ。はい、で今の奥さんがね、それであのお見合いしたの覚えてます？蛭子さんがなんかすごい前の奥さん亡くなって寂しいからって言ってお見合い企画で募集したんですよ。それで5人ぐらい来てくれたんですよ。で5人とこう面談して一番若い人選びましたね。はい、
さんの年齢を覚えてます？いや、覚えてない。いくつだと思います？奥さん？はい。今の奥さん？今の奥さん。いや、4つ下ですか？もっと下です。40? いや、それはちょっとおこがましいですね。19下なんで、54ですね。54歳です。いや、しっかりと律さんをね、今本当にサポートしていただいてますもんね。そうですね、今すごく助かったです。じゃあ、ありがとうって言ってたらいいんじゃないですか。僕がしてるらしいです。あ、ありがとう。はい、ありがとう。ありがとう、本当に恵比さん苦手ですよね。やっぱ九州男児だからですか。あ、長崎って言ってよく言いますよね。やっぱよく長崎だから、九州あんまりありが多いとか言いますもんね。奥さんの名前あんまり呼ばないんで。やっぱり多いって言う。照れがやっぱありますか。あ、そうですね。そっちたちは。いや、僕は東京なんで普通にありがとう。東京なんで。はい。言いますけど、やっぱ恥ずかしいですか、ちょっと。ちょっと今って言わなかったですね。うん。前の奥さんにはお主って言い合ってましたね。よしみたいな。よく知ってますね。同じもちょっと恵比さんが全部頭に入ってる。はい、でも本当にね、こう恵比さんなんかもう本当に認知症ってやっぱ国民病になってて、やっぱり増えてきてるんですよ。だからやっぱり全員が全員こう恵比さんみたいな感じでいけたらいいんですけど、なかなかやっぱりこうサポートする側にもね、余裕がないとちょっと多分きつく当たられることもね、絶対あったと思うんですよ。そういう時とかやっぱどう思いましたか、やっぱりそれは。いや、どうですね、ちょっと悪いなっていう感じはありましたけど、うん、それも大変っていうことはよく知らないから。そうですね、ちょっと基本危険の時があって、動けた時に、はい、何しんのこの人は。ああ、なるほど。勝手に覚えてましたね。ああ、そうですね。だから、とにかく、今は、その大変さも、なんとなく分かるっていう感じです。きっちりは分かってないんで。うん、でも、蛭子さんが基本穏やかな人だから、多分中には認知症になって、ちょっとこう、激高型というか、ちょっとこう、暴力に、人とかもやっぱいるらしいので、ね、やっぱそういう、サポートする側もね、やっぱ、だちょうどたまたま僕の父も認知症だったんですよ、ちょうど。はい、で、恵比さんと年齢も近いから、僕はすごいこう、プライベートと仕事で、やっぱり携われたんで、すごい参考にはなりましたけどね、そのやっぱり、こう、怒っちゃいけないというか、肯定で。恵比さんの場合はもうね、ボケたら、こう、ちゃんとこう突っ込んでこうしてくれてるんで、うちの親父はちょっとこうアルツハイマーが強かったから、もうあんまり物のこういうおしぼりとかこう言葉が出てこなくなりました。はい、恵比さんはもうそういうことないじゃないですか。だから全然受け答えもはっきりしてるから、だから本当に仕事はいつまでもしたいですよね。そうですね。何歳までやりたいですか。いや、死ぬまで。あ、死ぬまでやるんですか。じゃあ病院のベッドの上にいたとしても仕事なんかしたいですか。ちょっと病院のベッドにいたとして仕事はなんかしたいですか。その時はなんかそこのベッドに、はい、ちょっとしたケーキみたいなのを置いてほしい。ケーキかなんか。仕事じゃないですか、おやつタイムです。仕事じゃないですか、それ。おやつ、死ぬ間嫌なんても食べたいと。ああ、今日ちょうど昼に食べてるんですか。出してくれますよね、お菓子。お菓子美味しかったですか。ね、あ、美味しかったです。ここ何軒か分かりますよね。ここ、はい、何軒か分かると思う。車で大体ね、2時間半ぐらいかかったんですけど、2時間もここ何軒だと思います。はい、簡単で大丈夫です。ここは山梨です。山梨。
山梨、はい、山梨でもバス旅でも来ましたよね、ロケでね。行った。うん。山梨県。ほうとうとかでしたんです、好きですか。あんまり食べてない。あ、ほうとう。あんま食べたことないですね。うん、ここの山梨県の名物。あ、そうなんだ。はい。食べたんじゃない。さんの声みたいな聞きたいと思います。いやー、本当に、うん、いろいろ本当に展覧会でも本当やりたいですよね、エビスさん。展覧会やりたくないですか。うん、展覧会はエビスさんが尊敬してる横畑忠則の展覧会やりたいじゃないですか。すごい感動してたから。あ、そうですね。なんかで本人を見るの初めてだった。だったんで本人はいないですね。横さんいないですよ。横さんの絵ですよ。だから絵がもう700円くらいあって、横さんには絵あった感じになってました。横さんはいなかったです。あ、そうか、はい、あれ俺何かの絵って何だろう。いや、横さんの絵を見てもうすごいめちゃくちゃ感動してました、ね、その時。はい、だから僕は絵さんは最後にもでかい絵を見よう、うん、展覧なんかこうやったら多分皆さんこう認知症の蛭子さんが描く漫画っていうので僕は注目されるなと思ってるんですけど、描きたくないですか。いやな、ちょうど俺が隣の隣に座ってる子が、はい、描かせよって言ってるんですいや、みんな多分本当にやっぱり描いてほしいと思いますと思ってるんですよ、蛭子さんに。聞いてみてたらですか、書いてほしいですか。ちょっと恥ずかしいですか。恥ずかしい、すっごい恥ずかしい。いや、でも僕は見たいですけどね。エビさん、やっぱタッチが、うん、やっぱ昔と比べてちょっと変わってきたじゃないですか。あ、うん、そうかもしれない、うん、ちょっと俺真似してるかもしれない。だ誰ですか。横田殿に。横田殿に。でもやっぱりね、昔はこうギラギラしてたっていうか。あ、そうですね。なんかこうギラギラ、やっぱタッチが柔らかい、なんか変わりましたよね。ちょっともうこの人ね、狂ってんじゃないかと思う。なんかこう、そうですね。だっていかに残酷に殺すかだけを考えてたんですね。だから今そういう考えはないので。あ、今そういう絵は描きたくないですか。絵はやっぱ VTR みたいに。平和に行きたいですか。平和に行きたい。あ、という絵を描いたら、うん、罰当たりそう。ああ、そういう思いになってきたんですね。じゃあ平和な絵を描きましょうか。平和なこう原始の絵を描きましょう。とりあえず今日でいいよ。いやいや、まだ結構時間ありますよ。まだあるの。はい。なんかこう。あ、質問もう、あ、なんかそうします、そのほうがいいですか。あ、そうしましょうか。実際にこの機会ですので、質問がある方、挙手をお願いしたいと思います。マイクを持って、近くまでお伺いします。いかがでしょうか。緊張してるのか、何て聞いたらいいか。あ、はい、手が上がりました。はい、お願いします。水を飲ませてやってください。自分ばっかり飲まないで。
1回目の時オープニング遅刻したんですよ。実は横浜駅待ち合わせで寝坊して遅れたんですよ。それぐらいです。あの山梨で撮ったの覚えてますか？覚えてないです。ごめんなさい。いや、はいはい、全然難しいな。結構旅行ってますからね。旅行ってるよね、こっち。一番あの思い出深かった景色どこですか？よくそれ言うじゃないですか。うん、思い出です。なんかバスをこう山のところを走ってこう。そうですね。結構秋吉台って言いましたね。秋吉台、カルスト地形ですか？カルスト地形です。それなんか言ってましたね、前から。あと、あの、なんか名前がちょっとわかんないですけど、女の子の、はい、なんか、来て、はい、それからなんか山を登ろうとするんだけど、はい、ずっと登りきれずに落ちていく女の人がいたんで。それバス乗りじゃないですね。落ちてたらちょっと大問題だよ。だから、いやいや、ちゃんとそれはあの、うん、最後落ちないように、はい、きっちりとしてあげるんですけど、その人の方が一番面白かった。ああ、それあれですね、あの鈴木奈々じゃないですか。あ、そうです、そうです。鈴木奈々が別の番組で面白おかしくやるのを笑ってました。他の番組なの？他の番組です。ちょっとまずかったね、じゃあ。いやいや、大丈夫です。とにかく、鈴木さん元気な、ね、女性タレント見るの好きですもんね。そうですね。その人も本当面白かった。あ、鈴木奈々。うん、エビさんのことも好きですもんね、鈴木奈々は。いや、それはちょっとわかんないですけど。いやいや、もう携帯番号交換してたじゃないですか。今携帯持ってないですけど。そんなこと言うの？違う。いや、奥さん知ってますよ。じゃあ、そんなこと。いや、だって鈴木奈々だって結婚してますか？あ、そうなの？いや、そうですよ。いや、何ちょっと、ダワヨカみたいな感じになってますけど。大丈夫、大丈夫です。半ズボンみたいなのをちょっともらっちゃったんですよ。あ、リュックですね。あ、リュックリュックなんて結構もらったんだ。マジか、ユーロでももらったさ。まあまあ、うん、他にいかがでしょうか。ご質問ある方、結構、挙手お願いします。今日は認知症になっても働きたいというテーマになってお話を伺っています。いかがでしょうか。ご質問がございましたら。マイクお願いします。すみません、包括支援センターの職員です。照さん、どうもありがとうございます。あの、一つお伺いしたいんですけど、番組で認知症の診断を受けている場面を私見たことがあるんですが、その時に主治医の先生から、あの、恵比寿さんは認知症ですよって言われたとき、どんな気持ちがしたのかを教えていただけるとありがたいです。あまりその頃ですね、はい、認知症って言われても、はい、あの、どんなものかわからないし、あの、まあ、その辺になんか払いたぐらいの感じで、ほとんど重要にはその時は考えてなかった。だから、まだ思い切って遊んでるぐらいですかね。でも、みんなが、みんなから言われて、そんなに厳しいのかなと思ってるぐらいで、
人は考えてないんですね。はい、ありがとうございます。割と、ね、多分すぐ治るんじゃないかな。治ると思った。治ると確実に思ったわけじゃないってないけど、そんなにこのためにいろんなものを捨ててまでいろいろ動いたりしないな、しない方がいいなとは思います。では反対に、困ったなって自分はこの病気でなんか嫌だなとか困ったなって思ったことはございますか？一番しっかり答えてる感じですね、リさん。そういう答えは。はい、でも困ったことは、まあ、基本的にやっぱりね、前も言いましたけど、さっきも言いましたけど、昔からあんまりこう、物覚えがあんまりこう、良くない感じだったんで、だからよくね、昔共演してた人には、いや、エビさんそれ、また売れるための策略でしょって言われましたね、なんかこう、要は違いが、ね、こうはっきり言ってこう完全認知症というかこうやっぱラインが分からなかったんで、その興行のねタイミングもちょっと迷いましたよね。でまあ奥さんと相談してね、やっぱり結構サポートがね限界だったんで、じゃあもう興行しようっていう感じになりましたよね、うん。まあ、今だからあと SNS とかこういうねエビさんあんま分かんないかもしれないけど、 Twitter とかこういろんな SNS が発達してる中で、やっぱりなんかちょっとしたね発言動画、いやもう恵比寿さんやばいだろうとか、なんかこう変な漏れ方をするよりは、同じそうですね、テレ東 の路線バスの旅と同じプロデューサーだったので、そのプロデューサーに番組に呼んでもらって相談して、それで主治医が見つかる診療所でね公表したって感じですかね。ありがとうございます。なんかとても今日のお話を聞いてると、そういうふうになんかこう自然に受け入れて、そしてそのまま生活ができるっていうのはすごいなっていうふうに思ったんですけど、なんかこうこういうふうにしたからよかったとか、なんかあったら教えていただけるとありがたいですけど。はね、こうした方が良かったって思うのは大体後から思うもんね。一番楽しみになさっていることは何ですか？そうですね、とにかく娯楽で昔は映画を見るのとかすごい好きだったんですけど、今は
あんまりそういうのが、ね、なかなか 見るのが遠くなったというか、まあ、なんかちょっとこう見づらくなっていい、まあ多分ちょっとコロナでね敬遠されてましたもんね。コロナで敬遠する、うん、映画館だね、エリさんのちょっとそれがね、よくわかんない、うん、コロナで何とかっていうのが、うん、だから、コロナで何て言うのがいいし、よくわかんないけど、コロナって何なのかこれ知ってる人がいたら、コメント貼ってもらえないかな。でも、エリさん、もうワクチン2回打ちましたからね、もう安心ですよね。それがわかんない、またワクチンはコロナにかからないために、あ、ワクチン、ワクチンは、うん、皆さん本当健康ですもんね。俺健康だと、うん、一番今楽しみになさってることっていう質問来てましたけど、最近は手間とかないですね。でも3食が食べて楽しみですか。飯がね、美味しかった。あ、お昼何でした、ちなみに。あれ、そんなに言われたら、ベントに今度思い出してください、頭これ、これえ、これとこれ、いや、これ水ですよ。ね、このおしぼりを置く台ですよ。お昼ね、お肉です。お肉をめっちゃ美味しそうに食べてました。はい、あ、お肉です。はい、もう一つすみません。あと同じような質問ですけど、一番生きがいに感じられていることはお仕事ですか、それとも奥様との生活ですか。一番生きがいに感じて、それはもちろん奥様です。奥様です。奥様です。言わされてないですか。本心ですか。本心。あ、本心です。前向いて言ったんですよ。僕じゃない。一番大事なの。それは女房です。いつも仕事にいた時、そうですね。そうなるとでもあれなんだよね。なんかみんなに嫌われていくね。いや、そう、仕事終わって奥さんに会いたいのはすごいめちゃくちゃいいことだったので、はい、ありがとうございました。その他いかがでしょうか。テビスさんにご質問あ、はい、お願いします。テビスさん、今日はありがとうございました。お子さんにでも、それから他の人からでも、こういうことを言われたりされたら嫌だなと思うこととか、あとこんなことしてもらったら嬉しいとか、言ってもらったら嬉しいってことがあったら教えていただきたいんですけど、お願いします。嬉しいのはもうお金もらったとき。売れないですね、売れないですね、やっぱりお金一番好きですよね、やっぱ売れないですね。自由だからね、お金自由をなんかちょっと獲得した感じになる。なるほど、お金を得れば、うん、お金が入らないといつまでもお前はここを掃除しなさいって言われてしまう。これをじゃあ言われて嫌だったっていうことはあるんですか。これはあれ、またこう言ってきたら、ね、そんなことはあまりないかな。うん、怒りっぽくないですもんね。あんまり俺も怒らないで、ね、怒りっぽくない。結構やっぱり多分、いや、それまた聞いたよとか、うん、そう言われてる人多いと思うんですよね。うん、ここ地域によって多分ね、あれがあると思う。地域でここに住んでる人はなんかすごく怒りっぽいって。ああ、なるほど。山梨はどうですか。山梨の人は怒りっぽい。山梨県の人は10ぐらいだと思う。
ブレないですね、やっぱりすごいですね、やっぱやっぱり天才だと思います、はい、多分一番僕芸能人でやりやすいタレントだと思いますよ、東京僕は蛭子さんが。ありがとうございます。他、はい、もっと多分もうね、ちゃんとこうピリピリしてる人とかも、あ、そうですね、ピリピリしてる人多いですよね、やっぱ怖いからね、うん、やっぱすごい、蛭子さんすごいと思います、ね。ありがとうございました。その他、いかがでしょうか。続けていいですか。あ、はい、お願いします。すいません、先ほどお金をもらうと嬉しいとおっしゃってましたけれども、はい、確か本を読んだら蛭子さんは漫画の仕事よりもテレビに出る仕事の方がお金いっぱいもらえるからそっちの方が嬉しいって書いてあったんですけど、今でもテレビに出れたら出てお金をたっぷり稼ぎたいと思われますか。今テレビとかあれちょっと稼ぎて土地が多いやん。テレビの方がテレビの方が多いって言うの。だからテレビの方がいい。テレビの方がいいのはでも、お金だけじゃなくて、そこそれで演技とかがなんかこう自分でこう、あ、面白おかしくできるし、あ、そういう考えちゃんとあるんですね。ちゃんとある。ああ、やっぱり計算してるのか全然なんか分かんないけど。昔ははっきりね、うん、分かったよね。だからね、面白くしたいから、ね、うん。今はちょっとそれがちぎれて、うん、だけどやっぱり漫画よりもテレビの方がやっぱりいいですか。テレビはそうですね、あんまり。それほど見たいとは思う。あ、蛭子さん出て稼ぐの、稼ぐ仕事だったら、だったら見てたい、テレビ何しろ、やっぱりちょっとお金は常に稼いとかじゃあ、でも、何日やった我慢したら、もう、なんかカスカスになってたら悲しくなるから、そうそう、ね、昔から、まあ今は最近ちょっとね、お金は全部奥さんになって、管理は奥さんになっちゃいましたけど、うん、昔はずっとポケットに入れてましたもんね、お金。そうそうそう、財布持ったことないですもんね。財布持ったことなかった。そうなんですよね。財布を買う金がもったいないって言ってましたよね。右ポケットに札束、左小銭ジャラジャラ入れてましたもんね。そうです。はい。なんで財布がね、持たなかったので、結局ずっと持ってない。はい。時計もね、今はしてますけど、昔はなんか人に聞いてたらしいですからね。それ聞いてましたね。道行く人に聞いてたらしいね。結構怒る人もいる。ああ、いますね。東京はね。東京はやっぱり、きつい人が多い。ああ、長崎時代はね、なんか、今何時って聞いて、答えてくれない人いないよって言ってましたもんね。ああ、俺が。うん、出口に行ってました。東京は厳しいですか。ここの人の人どうですか、人間性は。ここの地域なんですかね。ここ何県か分かりますか。車で東京から、ね、2時間半ぐらいです、うん、富士山が見える街です。富士山が見える街、はい、ここで子供たちの動きが見えます。そうですね、だから、ね、いや、本当に子供ってやっぱ話してても節々寝れるようになりましたからね。でも今8人のね、おじいちゃんですもんね。まあ、全体で8人いますもんね。でも8人いても孫の名前わかんないですからね。ご質問いかがでしょうか。お願いします。
あ、当たりました。森永です。はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか、ご質問の方は。少し早いですが、以上でもって、蛭子さんの講演、認知症学校の働きたいを終了したいと思います。